天の橋立の近くです。結構開けてますね。うん、めっちゃ海綺麗ね。魚が泳いでます。普通に泳いでるな。うん、あ、お店が並んでる。あ、本当だ。あ、レンタサイクルもやってる。すごい、乗り捨てて帰りやった。渡れるんだね。ね、へえ、すごい。この橋立の周りの海めっちゃ綺麗だな、ね、うわ、すげえ透明感。うわ、すごいね。夏は海水浴場になってるのか。すごいすごい。近くで泳いでんだ。すげえな。小魚も泳ぎたくなるんだよ、うん、日本三景駅、松島と、うん、宮島とこちら天の橋です。あなたは三景をここで制覇したことになるんだよね。お、またどこかのタイミングで行けたらいいなと思います。すごいマジなリフトです。シートベルトとかもなくてリアル感がすごい。うわ、これはすごい高台ね。すごいね。うわ、すごいマジなやつですね。橋立て、あ、暑い。すごい、望遠鏡がフリーです、ね、なんか船出てる。あれが観光船か。あー、そうだね。おー、結構いいコースじゃない。あのね、これ回廊の部分、これさ、こっち側さ、もはやさ囲まれてるよね、これ。あー、そうだね。だから絶対さ、なんかさ、台風とかじゃなければ、うん、ね、確かに穏やか中の穏やかってことだよね。だからこういう感じなんだ。看板と橋立てとってね、ついに来たね。うん、晴れの天の橋立ては絶景です。これ登っていいのかな。登って大丈夫だよ。お、なかなか怖いね。すごいこれ。おー、なんかすごいすごいね、なかなか怖いけど。これでいいですね。もちろん橋立てが見える。おお、展望台はリフトとモノレール選べます。開放感ならリフト、安全安心、ゆっくりのんびりならモノレールだ。確かに。ではリフトで帰ります。おお、のほほん、ふわふわふわ。天の橋立て、展望台に行くには天の橋立てビューランドモノレール飲み場で。絶対行ってください、絶対行ってください。絶対行ってください。すごいすごいすごい。往復で2人で1600円だけど全然その価値あります。はい、鍾乳洞到着です。ちょっと急遽来てみました。はい、噂の鍾乳洞の入り口です。いきなり下る感じなんだね。天の橋立のリフトからご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。